まず、この作品を作るのには、最初の作業は、チューリップを、葉っぱと花びらを分解していく、花をですね、分解していく作業です。葉っぱが繊維質なものですからね、きれいに切れるように刃物を当てていきます。葉っぱと大きい葉っぱ、小さい、中くらいの葉っぱ、お花と分けていきます。では実際、花を、お花を入れていきます。まず大きい葉っぱから外側を、大きい葉っぱで外側を構成していきます。同じ方向で同じ風に重ねてしまいますとかえって不自然なので、葉っぱが上に重なったり、例えば下に重なったりさまざまな重なり方を、することで自然な情景を描きます。チューリップは球根のお花なのでお水がたくさん必要です。ですので葉っぱもお水がもらえるようにたっぷりお水は入れておきます。あらかじめ、はい、葉っぱで、重なる部分の美しいところを描きました。続いてお花を入れていきます。お花は葉っぱをメカニクスとして葉っぱをメカニクス、花留めとしてその隙間をにうまく、乗せるように入れていきます。この時葉っぱを傷つけないように生ける必要があります。内側に行くにつれてお花の茎の長さは短くしていきます。チューリップはとても成長が早いお花なので咲いてきた時にですねお花がそれぞれが喧嘩しないようにそれぞれの空間を保って作ってあげます。完成しました。はい、この作品のコンセプトといいますか考え方は植物の解体再構築という考え方をしています。いわゆるメタモルフォーゼなんですが、葉っぱと花それぞれを全て分解していきましてそれを組み立て直すことによって見せる新しい、お花の魅力といいますかそういったものを作品の中に取り込んでおります。ですね、やはり考え方としてはチューリップ本来そのものの美しさというよりかはまたチューリップらしからぬ咲き方をチューリップらしからぬ生け方をすることによってチューリップの新しい魅力に気づこうという考え方の作品